地球上最悪の侵略的植物と呼ばれる特定外来生物の駆除が静岡市で行われました。静岡市葵区の浅畑川で駆除されたのは長江鶴のゲイトウという特定外来生物です。水面にマット状に広がるこの植物は繁殖率が高く生態系に影響を与えると危惧されています。今日は静岡市の職員や市民団体のメンバー、企業の社員、学生らおよそ50人が川の中に入りました。そして専門家から指導を受けながら水際に生えている長江鶴のゲイトウを手でかき集めたり網ですくったりして袋に詰めていきました。行政のところとこういう市民とか企業と民間のところと専門家っていうのがみんなで協力し合いながら駆除の方法の確立していけたらなと思っています。